皆さんこんにちは、中山あさかです。今日はですね、トレーニング動画を撮ってきましたので、ぜひ一緒にやっていただきたいなと思うんですが、普段、三軒茶屋にあるリトラというパーソナルトレーニングで中村トレーナーにトレーニングを見ていただいています。トレーニングの一番最初のウォーミングアップの部分を、3つほどですね、ご紹介できたらなと思ってます。でそのうちの1つはですね、ご自宅でもどこでもできる、道具なしでもできるトレーニングになっているので、ぜひ一緒にやっていただけたら嬉しいなと思います。で1つ目がチューブを使ったアップ、で2つ目は、瞬発力を高めるアップ、で3つ目がケトルベルですね。こういう丸い重りを使って行うアップを行っていくので、ぜひやってみていただきたいなと思います。で私の特徴としては、結構股関節が緩かったりとか、あとは昔怪我をしていたので、片足に重心が偏ってしまったりという癖があるので、あとは腰が高いですね。姿勢が低くするのがまだ苦手な部分があるので、そういった部分苦手な方はぜひ一緒にアップに取り入れていただけたらなと思います。で一つですね、動画を撮る位置的な関係で後ろからの撮影が多くなってしまってるんですけれども、ぜひ同じ方向を向きながらトレーニングできると思うので、申し訳ないですけれども、ぜひ一緒にやっていただけたらなと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ご相談して、はい、じゃあ行きましょう。今度はゆっくりと後ろに行きます。で、この時に手がこの体勢を取って、で、手は前軽く走るような感じで、足は前にして向きに対して、で、ゆっくり戻して、腰の下下げて、で、足の引きぐらいはベンにならないように、そして左足に対して向きに、はい、次に行って、で、関節が力抜けるとこうなるから、しっかり力入れて。自分の
皆さんトレーニングお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今日はトレーニングのウォーミングアップの一部一緒に見ていただいたりやっていただいたかと思うんですけれども、ぜひ簡単なので取り入れていただけたらなと思います。で今後はですね、今回ウォーミングアップをさせていただいたので、トレーニング内容だったりとか、あとはタッチラグビーについても配信できたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。何か他にやってみたいトレーニングだったりあれば、ぜひコメント欄で教えてください。中村トレーナーにも相談させていただきます。であと、いつも見ていただいている、リトラの方も、産前産後のトレーニングだったりダイエットだったりとか、もちろんアスリートの方も見ていただけるかと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。